私はよくプライムを持つのですが、それでよく言われることがあるんです。カニタンク強いもんねとか、カニタンク使いたいならシャープでいいのではとか、しかしこの私カニタンクが使いたいならもっと別の武器を選びます。ジムワイパーヒュー。無印という圧倒的化け物の陰に隠れている、というにはあまりにも表に出過ぎているけど、史上最強レベルの武器に未だ現役のカニタンクがつくという、以下検討しちゃったんだよというこの組み合わせの武器、本日はこの武器を使って、なんでプライム使ってるのか疑問を抱いていきましょう。そこは楽しんでいきましょうでいいだろ。皆さん人生で髪が使いたいなーってなることあると思うんですよ。でも髪のついてる武器ってこんなののせいで塗りが弱くて全然履けないという時は、そうだね、ジムヒュー一択だよね。隣にその武器いますけど、激レアのノラプライムさんに敬意を払わんかい。プライムオタク怖い。皆さんやっはろう。今ここに最短するートマックスが俺ってことでジムヒューチャンネルが最短しましたよ。トレイムよ、今の雑コラ必要だった。おいっす、上がってる編集技術で余計なものばかり生み出してる気がするマリサだぜ。ってことで今日はプライムの完全上位互換で遊んでいきましょう。さっきバカにすんなとか言ってなかったっけ。そうですよ、他人の持つプライムをバカにするのは許しません。しかしながら非常に悲しい話で泣きたくなるんですけども、私がジムヒューを持ちますとね、私に見つかったのダウンの危機でっていう感じで、私のプライムよりジムヒューの方が強いです。全然このシリーズが更新されないのは、なんでプライム使ってるのか我に返ってしまう瞬間があるからです。本当に悲しくなる話だった。ってことで今日は思う存分やっていきますかね。なんといってもスペシャルの溜まりが早いんだな。これが215ポイント高級カニタンクを味わえ、なお性能は据え置きです。縮小、プライムよりも30も要求量多いんだぞ。でもそれをあざ笑うように倒したな。まあ、プライムより多くても試合中に履ける回数にほぼ差がない。あ、待って、ちょっと距離足りなかった。なんか、ローラーの対処が上達してる？マジで環境にあまりにも多すぎて、対処できないとガチで動画が投稿できなくなるので、ローラー対策ムーブだけ一生やってたらだいぶマシになってきたかな。ちなみに今投げたクソポイズンは何ですか？お金要素的な？疑問系で喋んな。しかしこの人私を追ってくるはずなので、引いたように見せかけて逆に詰めます。完全に思惑通りって感じだな。着地は完全に想定外だったけどね。近距離ワンパンはやっぱり性能としてぶっ壊れてんな。で、これ残りカウントちょっとだからこのままノックアウト一体。あ、やって、インクがもうない。あ、プライムを助けることができ。剣が危ない。さすがに無理だ、これは帰ろう。むしろあの距離までローラーに詰められてよく平気でいられたな。カムバ発動のために倒されても別によかったけど、スペシャル溜まってるし倒されない方がいいね。シレットにテルシーン繋げてカットすな。だって塗り合い勝負になっちゃって全然何も起きなかったんだもん。ジムってもっと前行ってオラつく戦い方するイメージあんだけど、プライムより濡れまくるのでエリア塗らないのはもったいないっすね。やっぱ基準がなんか変なんだよな。めっちゃコロコロしてくるけど追いかければ大丈夫。ペナルティももうじき関西で敵はお風呂だけか。ラストの抑え込みとしゃれ込みましょう。神さん貯めてぶっ放せば早々降りては来れないでしょう。勝つもってよ、ジムのぶっ飛んだ塗り性能の高さを。マジで本当に210ポイントなのか疑問に思うほどの速さだわ。ってことでポイズンで毒付け神タンクでノックアウト終了。やっぱおかしいよこの武器。使ってないのに勝つのやめろや。ごめん、このアイキャッチ久しぶりだからもうちょっと拝ませてください。このアイキャッチ大好きすぎだろ。ってことで2000名いくわよ。ルールは同じくガチエリア、ステージはなめろう金属だな。環境物へー。というわけでマジで久しぶりに使ってるジムヒューですけども、マジで暴れたい放題できるの楽しい。暴れたい放題できるのやめて。さすがは私の持ち武器勝率ランキング3位なだけはありますよ。一位の玉座が空いてますけど。で、そうか、当然プライムか。当然ガロンですよね。本当になんでプライム使ってんだよ。てかそんなわけないだろ、使ってもないガロンの方が勝率高いとか。失礼しました。まあ、ともかく好きな武器でやるのと勝てる武器でやるのは違うって話ですわ。私はジムヒューも好きだけどね。いやあっぷね、無印ジムとタイマンはマジで怖いわほんと。食い後ある分単純に攻撃力は無印の方が高そうだしな。あ、ポイズン投げてからカニタンクすればよかったわ。あれ、降りたのリッターじゃないんかい。リッターはちゃんと帰っていったな。うーんと、ジムが戻ってきてるからここはさっきと同じ作戦。しっかり引いてると見せかけて近場で待機。来て。
クソラインマーカーで当たってねえからな、そんな弾。ラインマーカーミスト3悲痛の叫び。まったくやりたい放題してくれやがって。今のお前の装備ジェットのこと言えんぞ。あ、やってため気にため損ねた。あ、なんでナイス玉を単独で倒せんだよ。むしろ私が知りてえよ。いくら背負いだからってこんなあっさりナイス玉やれるのやばすぎでしょ。倒されはしたけどナイス玉をあんな陸人キルしてるからいっか。確か大物個性がぶっ飛んでるとかそんなだったよな。ナイス玉のアーマーに対してはため切りのインクが 2.6 倍らしいですね。計算的にはため切りのインクだけでも 2.6 発ぐらいで壊れるらしいわ。だからさっき背負いのやつに3発ため切りしたら貫通して倒せたのか。いつもナイス玉は出た瞬間神タンクでぶっ壊すんだけど、ジムだとメイン単体でそれが全部処理できちゃうっていうね。スペシャル温存してスペシャルに対抗できるってやっぱやばいよね。対抗どころか一方的に殴り倒してるけど。あれ？この攻撃当たってないんだ。いつもジムなんてしたからこうやって突き上げてきて地獄にいるのに、微妙に上行ってるか射程的に厳しい的な感じなのかね。わかんねえけど別にいっか。この動画は実況してるくせにジムへの知識は全くない人たちがお送りしています。ナイス玉でほぼ強制的にエリア持っていかれるの面倒だわね。というかリッターが面倒だから倒しちゃいますか。完全に左に頼みよく出ていったな。味方のリッターが左側をガンにしてくれてるからね。むしろリッター対決になってて大変そうだったから私の出番ってわけよ。と、またしても私の前でナイス玉を吐くのかね。あ、ちょっと足元微妙に見るのやめ。フォッキュー！お前が言われる側だぞ。今後私もプラコラ使うときジム見つけたら投げないようにしよう。一瞬でぶっ壊されてきてのがオチだわ。触腕はどうせ落とせんからムシムシ。とあっぷね、リッターが思いっきり顔出してたわ。でもこっちには気がついてないっぽいな。あ、そう、ため切りが微妙に当たってねえ。ちょちょちょ近い近い。よかった、スライドしてこその隙から落ちたってそうはいかんわ。よく今の倒しきれたな。よく今の倒しきれたな。さっき私が言いましたそれ。まあつまりノリノリ状態になってるということでしょうかね。ジムにスプリンクラーが見つかって助かるとでも。まあ今回は許してやるわ。それよりナイス玉の相手を今度は神でやってあげよう。あ、リッターに頭抜きされたんか。マジで一撃で頭抜きとか人のやることじゃないんですけど。人の心とかないんか。そこに愛はあるんか。愛来る関係ないだろ。多分人の心なかったら愛もないわよ。って、ふざけてる場合じゃないのよ。さっきこの辺にジムがいたから多分潜伏してると思うんだけど。いなさそうかな？危ねえ。やっぱりいたよ、こんちくしょう。お家に帰りなさい。味方たちのカバーのおかげでなんとか事なきを得たな。でもよくよく考えたらあの状況私でもああいう潜伏するわ。自分だったらどう動くかって考えると潜伏も倒しやすいって言ってたわ。誰がとか言わずに堂々と出てくるな。地味にスプリンクラー打ってほしいけど、ずっと上とか見てるわけな。シールドで止まるため始めてみたかも。むしろあの位置で止まったせいでエリアが完全に持っていかれてる気がする。よしよし、なんかよくわからんけどジム相手はめっちゃうまくいってるわ。でもひとまずインク回復だけでもさせてもらえませんか。リッターの飛び出しに合わせて神タンク発動。さすがに急に出てきたら頭抜きもそう簡単にはできまい。ナイス玉から逃げつつ青人はため切り。これ相手の青人発狂もんだろ。神タンク壊れた後の攻撃全部泳いで回避したわ。さてと、距離を詰めちゃってもいいような気がするんですけども。まあここはエリア塗りの方でいいですかね。ペナルティももうちょいあるから返済ぐらいはしておきたいな。やっぱり下からの突き上げは段差が大きいと無理っぽいのかな。塗りはできてるけど攻撃判定が出てない気がするわ。あ、ちょっとそこだと場所が悪いです。しかし攻撃だけじゃなくて塗りの性能も本当にぶっ飛んでんな。マジでプライムとは比較にならない圧倒的な塗り性能。これでも塗りが弱体化されたとか、もっと言うとインク効率もショット比べてめちゃくちゃ弱体化されてるとか、当初の性能どんだけイカれてたの？考えるだけでもおぞましいんですけど、私は別の意味でイカれてたラインマーカーをずっと使ってたというのに。おまずしい性能してたよね。まずだから使ってたわけじゃねえよ。っていうか味方がめちゃくちゃ敵のことを抑え込んでいってくれてるぞ。これも相手はエリア取り返す術持ってないんじゃないかしら。というわけでヘイト取れるだけ十分な神タンクやっていきましょうか。うん、まあこんなところでしょうかね。いや、呼んでないんですけど。やめてよと。神リッターすぎるだろ。ちょっとエリア塗りに夢中でナイス忘れてたんで今のうちに言っときます。マジでめったに見れない神カバーでしたわ。残り時間もカウントも10を切った。塗りに急いでくる敵をここで迎え撃ってれば勝てるでしょう。降りてきたオッパを倒したところでノックアウト終了。マジで何でもありみたいな性能だわこれ。攻撃力に塗りに対物に全性能がマシマシすぎる。とんでもない武器性能に入り浸ったところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいです。この動画はどうだったかな？良ければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。